エルフの少女テュカ、魔導士レレ、エムロイの使徒ローリー、アルヌスへと帰還し異世界の住民との関わりを深めていくイタミたち。また帝国第三公女ピニャも皇帝の命を受け、自衛隊の全貌を探るべくアルヌスを目指すこととなる。ゲート、自衛隊彼の地にて各戦いあり。第4話、見知らぬ地へ。師匠、覗きは良くない。